シアターブラバは毎日放送が大阪市中央区上見の大阪ビジネスパーク内で所有、運営していた劇場。劇場名のブラバはブラーボの女性型にあたる。毎日放送では毎日大阪会館の南館にあった毎日ホールを改装した上で1995年から1997年まで同島 MBS 劇場を運営。 毎日新聞大阪本社の社屋を西梅田へ移転することに伴う道島地区の再開発によって道会館の解体が決まったことから竹中公務店が所有していた土地に道島 MBS 劇場の代替施設として当劇場を建設した。建設に際しては竹中公務店が設計から施行までを担当している。 1999年4月18日に大阪 MBS 劇場として竣工。コケラ落とし公演は劇団四季のライオンキングで同日から2001年1月14日まで上演された。同年秋にはグッドデザイン賞を受賞。開館当初は劇団四季が大阪で公演する際のメインシアターとして使用していた。 大阪式劇場の開館を機に劇団式が大阪 MBS 劇場での公演を全て大阪式劇場へ移行したため同年4月に大阪 MBS 劇場をシアターブラバと解消ミュージカルを中心に幅広いジャンルの演劇公演に対応した劇場として再スタートを切った2006年から2013年4月30日までは イオン化粧品が毎日放送との契約で命名権を取得したため劇場名をイオン化粧品シアターブラバに変更している。MBS テレビではシアターブラバへの解消を機に毎週水曜日の深夜に5分間の PR 番組ブラバを編成。当番組で上演予定の作品を紹介したほか放送中にチケットの先行予約を実施することもあった。 しかし、毎日放送は2014年6月30日に、当劇場を2016年春で閉館すると発表を。同年秋に満了する敷地の賃貸契約の延長をめぐって、土地所有者との合意に至らなかったことや、施設の老朽化が進んでいることなどを閉館の理由に挙げた。正式には、2016年5月31日で閉館。 毎日放送では、闘劇場のファイナルイベントとして、同月29日に、ありがとうブラバ、MBS アナウンサー大集合、を開催した。シアターブラバ、時代の総公演数は554公演で、延べ2263ステージを開催。開場からの11年に1ヶ月間で、延べ200万人もの観客を動員した。闘劇場から北東約400メートルの場所に立つ。 ビルに本社と演奏書を置いていた読売テレビ放送がおよそ80メートルの高さを要するビルを建設した上で第2大社屋にあった本社演奏書の機能を移すべく敷地を取得2016年10月から第3大社屋の建設工事を進めた当初は2019年の開局記念日に第3大社屋からの本放送を始めることを計画していたが 実際には、同年9月1日の5時59分から、本放送に使用している。一方の毎日放送では、OBP 内での営業を終了した後も、別の場所での劇場建設を検討。当劇場で、定期的に上演していた、公演の一部は、既存、新設の他劇場を借りながら、当劇場の閉館後も継続している。 同局代表取締役会長の川内和友は、社長時代の2014年7月16日に開いた定例会見で、一旦閉鎖するが、引き続き別の場所を探して、劇場文化を支えていきたいと語った。閉館時点での劇場公式サイトでは、現在地でのシアターブラバの営業を終了、別場所での劇場再開への準備を進めている状況。 正式に再開が決まれば、改めて皆様に発表するというメッセージを通じて、当劇場を別の場所で再開する、可能性に含みを残していた。2019年12月11日には、日本郵便、西日本旅客鉄道、大阪ターミナルビル JTB の4社が、大阪市北区の大阪駅西地区の再開発計画を発表。 この計画に沿って新たに建設される地上39階、地下3階の高層ビルのうち5階から8階までのフロアに組み込まれる劇場の運営を毎日放送グループの認定放送持ち株、会社である MBS メディアホールディングスに委託する予定であることも明らかにされた。 同社ではこの劇場の運営会社として、MBS ライブエンターテインメントを2021年4月30日付で、設立するが、劇場の名称などは未定。5月閉館のシアターブラバで MBS、アドリブランド復活 OBP で、本社ビルを移転立て替え、16年秋に着工、読売テレビ、読売テレビ新社屋放送開始について、 読売テレビ放送、https コロンスラッ<ん>シュスラッシュ www.itv.co.jp スラッシュ fromitv スラッシュニューススラッシュナンバースラッシュページ200万 2338html2019 年9月1日閲覧。シアターブラバー、2016年春に閉館大阪。 シアターブラバ一旦閉鎖毎日放送社長定例会見。三村圭一毎日放送社長定例記者会見。MBS ライブエンターテインメントが30日に設立梅田に誕生の新劇場運営業務を担う大阪駅、西地区の開発計画について大阪駅直結の大型複合開発が始動します。ありがとうございます。